はい、今回は持ち運び便利なハイパワーマルチファンクションジャンプスターター ITO45000、 こちらのご紹介をしたいと思います。はい、今回はこちらのですね、観光バス、大型観光バスの、国内でも最大級のバッテリー 24V をつないでいきます。まずは赤いコードですね、プラスの方につなげます。そして電源を入れます。はい、この時点で一応ね、ジャンプしたと OK とはなりません。このまま USB が使える状態です。そして 24V のところ、ここで長押しします。そうしますと、ジャンプスタートレディと 24V と表示が出ますので、これが出ましたらもう電流を流れている状態です。これをマイナスの方ね、黒いコードを撮影します。はい、そしたら30秒以内に、こちら運転席の方を回っていただいて、すぐにエンジンをスタートしてください。はい、エンジンがかかりましたら今度また逆に30秒以内に戻っていただいて、こちらの電源コードを外していただきます。今度はマイナスの方、黒いコードを抜いていただいて、できればこのクリップ開いた状態のまま、はい、止めるところがありますので、こちらに挟んでいただきます。で、プラスの方ですね、こちらの方も止めていただきます。以上でございます。ありがとうございました。